ズファン・ピーター・ウィレム・コルト・ハルスの著書からツボツボカズラ、ネペンテス・アンピュール・レリアは、ウツボカズラ科の植物の一つ。丸っこい補充袋を地表に敷き詰めるように生じる。特徴がある。ツル性の多年性常緑性の植物。茎の断面は丸く、高さ5から6メートルにまで伸びる。全体にフシたケが多い。葉は長大円型で。 長さ18から40センチメートルに達するが、根元から芽吹いた茎では、ロゼット状に葉をつけ、その際には、養芯は小さな肥心型にしかならない。補充袋には荷型があり、茎の下部のものは、卵状つぼ形で、長さ6から10センチメートル、茎の上部につくものでは、ロート状で下向きにすぼまる。いずれにせよ翼はよく発達し、その縁は目立った縁毛が並ぶ。 蓋は小さくて幅狭く、口に垂直に立つか、斜めに反り返る。この種では、特に基部から芽吹いた短い茎に多数の葉をロゼット状に生じ、その葉先に生じた壺状の補充袋は、周囲の地上に敷き詰めたように配置し、足の踏み場もなくなる。補充袋に密線があって、アリが集まる。なお、 これがよく目立つためか茎の基部にしか袋をつけないと記述されることがあるが、上部にも袋はつける。マレー半島、ボルネオ、ニューギニアなどに分布。本属では分布の広い方である。低地の湿地に生育する。普通は、補充袋が緑色だが、シンク色の斑紋を持つものがあり、これを変種バリエーション、ビタタとする。また、ウツボカズラネペンテスラフルズアナとは、 同じ場所に見られることがあって、自然交配の雑種が見られることがあり、これを、フッカーウツボエヌホーケリアナという。これについては、該当校を参照。鑑賞用に栽培される。園芸方面では、学名かな読みのアンプラリアで流通している。独特の丸っこい壺と、それに、蒸気のように茎の基部から脇芽を出して、多数の壺の実を茎の根本に敷き詰める様子が大変。目を引き、 栽培下でも、そのような姿にするように栽培される。ネペンテスアンピュールレリア以下、被災は、主として、園芸植物大辞典に、P1731 から1732、彫った、P53、園芸植物大辞典に、P1731、彫った、P52、園芸植物大辞典に、P1732 度い、P40 から44、 ありがとうございます。